非常にカラフルらしいですね。あの発想がユニークだなと。12歳のイラストレーター城間権太さんだそうです。思ったままそのまま描いて彼のセンスで色つけるっていうのはすごく面白いので、なんかオーラというか羨ましい。友達があんまりいなかったから、絵を見てもらう人がいて、人がいて成り立ってるからこその絵であり、人と人の関わりっていうところに結びつくんですよ。ハッピーな絵を作ってみます。頑張ります。よし。